ジュリアスオールスターセレクション、ほんまおめでとうございます。ジュリアスのことはね、ほんま最初から、こう信じてたし、誰が何と言おうといつかオールスターになれるって思ってたって言ったら嘘になるんですけど、でもほんま今回選ばれた時はすごい嬉しかったし、これからも応援してます。はい、頑張ってください。リクト AF。 こんにちは、リクトです。シーズン前にジュリアス・ランドルがオールスターになれる確率はって聞かれたら、まあ堂々と元気いっぱいに 0% って言ってたと思うんですけど、今回の動画ではなぜそんな彼が今年ここまで活躍できてるのか、あとは今シーズンに至るまでの彼の NBA キャリアプラス今シーズン以降について大まかに語りたいと思います。まず NBA に入った頃のことを話しますと、2014年に彼はレイカーズに全体7位で指名され、当時からというかもう高校の時から体ができてたので、すぐにでも貢献できるような新人として、期待されてましたが、デビュー戦でいきなり足を骨折し、1シーズン目はその試合で出場したわずか14分で終わってしまいました。高校時代も同じ足を骨折して、ドラフトされる時もまだ完治してないんじゃないかという噂も出てたので、こういう風にデビュー戦でいきなり怪我をしてしまうということはすごいなんか嫌な予感、不吉な予感がしましたよね。でも体を大切にし、しっかりと1年間かけてリハビリをしたランドルはちゃんとカムバックをし、レイカーズでの残りの3シーズン毎年確実に成長することができました。ただアンラッキーなことに、再建中のレイカーズは同じように思春期の選手が当時多かったので、全員に契約延長オファーはできないと、うっすらとこう感じ始めたランドルは、2018年のオフにほんまに自分のことを欲しがってくれてるチームを探すことにフォーカスを変えた。それに2018年といえば、もちろんねレブロンがレイカーズに行った年やったんで、ポジションもプレースタイルも若干被ってる彼と、一緒にというか彼のバックアップとしてプレーし始めたら、下手したらレブロンが引退するまで、あというかまあレブロン引退する頃にはもうジュリアスおじいちゃんになってると思うから、ジュリアス自身が引退するまでベンチプレーヤーとしてしか、貢献できないんじゃないかということに気づいたんですね。だレイカーズにはちょっと残らないと。でまあ、今から思うと皮肉ですが、そこでジュリアスを一番欲しがったチームっていうのが、現在レブロンのサイドキックをやってるアンソニー・デイビスと、彼が当時所属してたニューオーリンズ・ペリカンズ。しかも AD はほんまにランドルの能力を信じてたので、契約書にサインするまでお前ほんまに来るんやろなっていう確認というか、もう脅しの電話をケンタッキー大の先輩として3、4回したぐらいやったんです。その年ランドルはレイカーズでの最初の何年間かついてしまったというか治らなかった悪い癖、イノシシドライブからのターンオーバーや打つべきでないバッドショットも、ペリカンズではすっかりと治り、それまで下手くそやったスリーポインターも、まあ、リーグの平均ぐらいの成功率で決め、まあ、残念ながらシーズンの大半は AD のトレードドラマのせいでチームは期待外れの結果しか出せませんでしたが、ジュリアス自身にとっては上出来のシーズンとなりました。そして2019年の夏、もう高級ビュッフェみたいにもうダーって豪華なね FA が並んでる夏に、いろんなチームが腹をすかして、どの FA にしようかなってよだれを垂らしまくってたのは皆さんも覚えてると思います。中でもニューヨークニックスは特別植えてて、もう何やろ、21世紀に入ってから喜びという感情をねあんまり感じてない、経験できてないフランチャイズ、笑顔というものもこうなんか空想の世界でしか存在しないコンセプトなのかなみたいな、そんな感覚のファンベースですから、今回は、ね、このチャンスね、やっと不幸をひっくり返せるチャンスじゃないですか。これ絶対に逃せないっていうので必死やった。その哀れな必死さが次第に妄想へと変わり、気づけばニックス界では本気で KD、カイリー、もしくはケンバ、ドラフトではうまくいけばザイオンも取れるかもしれないと、そんな明るい未来が待ってると本気で信じ込んでたニューヨーカーが多かったですよね。まあ後から見返すとアホちゃうかってなりますけど、当時はインサイダーの噂とかも結構ありましたし、筋が通ってる部分もあったわけですよ。でまあそれだけ期待が大きかっただけあって、 FA 後の蓋を開けた時に一番ねビッグネームなサイニングがジュリアス・ランドル、これはショックですよね。がっかりしますよ。シーズン始まってそのがっかりムードっていうのはさらに拡大したわけです。どういうことかと言いますと、 NBA に入ってから初めて
いきなりまあエースの座を任されたランドルは自分でなんとか点を取らないとというプレッシャーをね感じたのか、無理やり押し込んでターンオーバーっていう癖が戻ってきてしまい、無茶なプレーで体力を使ったせいでディフェンスでは集中力が切れ、突ったって何もしないというプレーが毎試合のルーティーンになってしまった。ニックスといえばもう昔からこうアンセルフィッシュなチームプレー、ほんで 110% 出し切るディフェンス、そういうハッスル精神、そういったものを大切にするニューヨーカーたちですから、ランドルは一番も嫌われるタイプの選手になってしまったんです。我々が望んでるタイプの選手ともう真逆やったから、ボロクソ言われてましたよね。トリプルチームに向かってスピンムーブしてターンオーバーする姿がまるでこう計画性のない、とにかく物にぶつかっていくベイブレードみたいやとか、雑なドリブルで自分の足に当ててターンオーバーっていうプレーが多かったから、もうそんな足使いたいんやったらサッカー選手になれやとか、ジュリアス・ランドルではなくドゥビアス・ハンドルというこうものすごいクレバーな韻を踏むニックネームが付けられたり、日常のディスりが全然止まらなかったので、今シーズンも当然彼に期待してる人はもうすごい少なかった。期待どころかポテンシャルが結構あって若い選手が多い、ね、再建中のニックスにとってはランドルはむしろ邪魔な存在、自分勝手なプレーが多いってことで若手選手の成長を止めてしまうというレッテルが貼られてた。もうね、未来のスターに育て上げたい RJ とも若干プレースタイルは被ってるし、その上数ヶ月前のドラフトでランドルと同じポジションの OB トッピンをドラフトした時は、これは確実にランドルをトレードする方向やなっていうのがもうほぼ暗黙の了解でしたよね。ところが地球という惑星ではほんまね、不思議なことが起きるもんですね。プレシーズンの後半から宇宙人に乗っ取られたんちゃうかって思うぐらいランドルが急に周りをちゃんと見れるような選手に変わり、というかそういうプレーメイク能力がもう一気にエリートになって、去年はマンション建てれるぐらい一人でレンガ祭りやってたような彼がシュートをスパスパ決めるようになった。そのシュートのリズムを狂わせるためにダブルチームが来るじゃないですか。ほんなら一瞬でそのダブルチームがどっからねヘルプ来てるかっていうのを見破って、確実なパスでチームメイトにガラ空きのシュートチャンスを上げるという能力、今季はこのスキルではほんまミスターバイアスなしでエリート中のエリートですよ。ジュリアスは試合の終盤ではニックスにとってカーメロ以来頼れるゴーツーガイになってますし、全体的に安心して見てられるどっしり感のある選手に変身してます。まだターンオーバー数はスタッツ的には多いですけど、アホなため息つきたくなるような痛いターンオーバーは少ないし、苦手やったディフェンスもディフェンシブマインデッドなトム・シボドの下ではだいぶ良くなってます。そんなだってエースがディフェンスど下手やったらリーグでトップ3のチームディフェンスなんて成り立ちませんよ。じゃあなんでこんな急に成長したかなんですけど、まあ宇宙人っていう可能性もありますし、あとはあの男の逆たたりっていうのもあるかなって考えたんですけど、それ以外やったらまあ一応ね、ランドル去年が先も言ったけど初めてエースの座を任されたわけじゃないです か2年目でその役目になれることができたっていうのはあるかなと、あとは今回9ヶ月間のオフがあったことでこう練習をたくさんできた、これは個人的に大きいとランドル自身も言ってました。あとはもちろん志望堂の影響もね、彼は相手チームに勝つためのゲームプランがものすごいディテールをオリエンテッド、具体的なので、そのまっすぐでタフなスタイルがランドルと合ってた、これもあると思います。あとはもちろんアシスタントコーチで入ってきたケニー・ペイン、ランドルがケンタッキー大でやってた時にもお世話になってた監督です。彼は特にビッグマンを育てるのが得意なコーチなので、ペインの存在はもしかしたら一番でかいかもしれませんね。まあ、あとは自然なこう成長、ランドルは今季26歳シーズン、つまり大体の選手が全盛期に入る年なので、まあ、こう考えるといろいろな説はありますが、一つ確実なのは彼は間違いなく今季リーグでもトップ級のプレーをしてるということ、オールスターとして選ばれて当然の結果を出してるということですね。ニックスファンとしては彼に対してのリスペクトがもうものすごい上がりましたし、ニューヨークで活躍する難しさっていうのはやっぱニックスファンやからこそ分かってることやし、あとまあ改めて今まで悪口しか言うてなかったことに関して謝りたいと思います。ジュリアス、ほんま申し訳ございませんでした。昨シーズンは誰も褒めなかったんとちゃうかな。ほんまね、これはちょっと悪いことしたなと
反省してます。さて、こんなね予想外な展開になったことはもちろん幸せなことなんですけど、これからのニックスはどういう方向に進んでいくのか、ジュリアスとはどういうお付き合いをするのかっていう問題が出てきましたよね。シーズン前はさっきも言ったようにトレードで放出することしか考えてなかったので、急にオプションが増えたニックスはきっと戸惑ってると思います。一つ目のオプションは予定通り今回のトレードデッドラインで放出する。考えとしては今の活躍はちょっと良すぎる、都合というかこのまま続くって考えるのはちょっと甘いと。今までランドルが活躍したシーズンを見てみると全部コントラクトイヤーなんですよ。要するに次の契約を交渉する時のために頑張ってる。言い方悪くなるけどね。だから今回ももし万が一こう再契約なんてしちゃったら、ランドルもまた安心しちゃってまた、IQ の低いベイブレードに戻ってまう、ね、騙されるなと。彼みたいな何回かオールスターに出れるかもしれないけど、おそらくチームを優勝に導けるようなスーパースターではない選手にスーパースターマネーをあげたら財布に手錠してるようなもんや。だそんなことをしないで今のうちに彼の株がめっちゃ高い間にトレードしていい若い選手とか、ドラフトアセットを獲得する。そういう風にして当初の予定通り、若手選手中心で再建を続けることが長い目で見たらベストや。これが一つ目。二つ目の道はランドルを再契約して彼を中心選手としてチームを立てる。でこっちの考えをまとめると、ランドルはれっきとしたオールスターや。全盛期にちょうど入った彼を再契約するのはもうこれ以上のタイミングはないと。しかもこんな盛り上がってるシーズンでもう100年ぶりやし、チームカルチャーもせっかくねいい方向に行ってるのに、今ランドルをトレードしたらまたヘボチームになってまた一からやり直さないといけない。2021年の FA 勝てね、もし豪華やったらまだわかるよ。でも今回見てみ、もう砂漠みたいなクラスでしょ。それやったらランドルに、ちょっと贅沢な契約あげてプレーオフに行けるようなチームでいた方が全然マシよ。クソチームに戻るより。それにこの宇宙人ランドルのプレーがもし続いたら、若手の成長を止めるどころか彼らのプレーを上げる役かてこなせるようなレベルのプレーメーカーやろ。でランドルがいてチームがそこそこ強かったりしたら、来年再来年、他のスター2人目のスターを獲得するチャンスかって絶対増える。ビジネス的にもダウンしてる今、やっと見つけたスターを手放すのはファンの盛り上がり具合、ほんで金銭的にもスマートではない。再契約でいこう。これが2つ目で、3つ目の道は、とりあえずね今シーズンすごいケミストリーもいいし、チームもやっと調子出てるわけやから今シーズンは取っておくけど、オフになってからトレードする。ただこの場合第一オプションと比べてトレードでもらえるアセットが多分少なくなる。ランドルがプレーオフで今よりも大爆発したら別ですけど、多分彼の選手としての価値っていうのは今がピークなんじゃないかなと。それにトレードするその相手チームからしたら、今シーズンプラス来シーズン、合わせて2つのプレーオフでランドルを使えるか、それとも来シーズンだけワンプレーオフだけで使えるかっていうのは大きな違いですから、やっぱトレードするとしたら一番頭いいのは今回のデッドラインかなと思います。もちろん結局ね AD とかはそうやってトレードデッドラインではされず、オフシーズンにトレードされたので何があってもおかしくはないですけど、今の状況を分析するとこんな感じです。あとは4つ目のオプションはあんまりね可能性としては低いですけど、このオフでニックスがチームオプションをピックアップして、だからあと1シーズンランドルをキープするということね。で2022年のオフシーズンまで取っておいて、その時になって手放す。ただこれすると何もアセットももらわずに手放すことになるので、多分ないかなと思います。正直なとこね、トラウマだらけの人間不信のニックスファンとしては、彼の活躍がこのままずっと続くっていうのはどうしても信じがたいんですけどね。だからといって今のいい流れを崩すようなトレードが欲しいわけでもないし、それも結構大胆じゃないですか。理想的には宇宙人のままのランドルでいてくれるなら再契約したいし、あるいはスターポテンシャルのある若手プラスそこそこの指名権をトレードでもらえるならランドルを放出する覚悟はできてるんですけど、皆さんはどう思いますか？迷ってるニックスファンへのアドバイス、コメント欄でお願いします。こういう風に迷えるというか悩めるっていうのはものすごい幸せなことですけどね。ほんま久々やからありがたいです。特にエースのジュリアス・ランドリーに対しての感謝の気持ちっていうのは特別でかいです。ほんま Thank you Thank you Julius I love you man
はい、そして最後に選手の most underrated comment なんですけど、今回はちょっとノールックパスでコメントではないんですけど、今週の動画どうしようかな、どういう動画にしようかなって迷ってる時にツイッターで投票してくれた皆さん、ほんま接戦でしたが、最終的には解説動画の方が勝ったので、気持ちよくこの動画にしようというふうに、切り替えることができたので、ほんまありがとうございました。はい、これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、ええわ。